海府川は、徳島県天郡海洋町を流れる二級河川、二級水系甘川の本流。環境省の調査で、全国で最も水がきれいな川36本の一つとの認定を受けている。海府川は、高知県境に近い湯島丸当面の牧木屋谷に、源を発して南東に流れ、紀伊水道に注ぐ流ほど 36km の川で、ある。 海府川上流部の山岳地帯は年間降雨量3000ミリに達する全国有数の田内域。かつては林業で栄えた過疎地を流れる天川水系は開発などの俗化を免れたためダムもなく川の水で野立てをするほどの清冽な流れと豊かな植生を誇る。天然の平手長エビ、アユ、アメゴ、ウナギなどの水生生物の宝庫であり、 山のミネラルがそのまま海へたどり着く、日本では数少ない自然河川である。三つ岩の淵や轟の滝などの景勝地や川口のサーフィンポイントは自然を満喫しようとやってくるコアな人々や釣り人で賑わい、中には海部側に魅せられて移住した人もいる。上流部は徳島県道148号中部山系轟、公園線、中流から下流は、 国道193号が並行している。川口部は、海封ポイントと呼ばれる、日本有数のサーフスポットとして知られ、各地からサーファーたちが集まる。徳島、海洋究極の清流甘川風流マラソンは、海洋庁が2009年から毎年2月に、甘川沿いで開催する4 2 1 9 5トルのフルマラソンである。マゼノッから、町甘町社甘川上流地域。 小川菓子の背折り返しで、海部側の風景や自然が楽しめるコースである。県内4つ目の日本陸上競技、連盟公認コースであり、海洋町は、同ルートで四国駅伝の誘致も計画している。徳島県内ではこの他に徳島、マラソン、南アワサンライン黒潮マラソンがある。徳島、海洋究極の清流ア川風流マラソン。海洋町、 2013年8月1日閲覧、ありがとうございます。